境内の母単園金蛇水神社は、宮城県岩沼市に鎮座する神社である。旧社格は無格社。この神社の創建年代等については不詳であるが、古くから水に関わる神として信仰されてきた。社名については次のような演技が伝えられている。英祖元年、一条天皇の御世に、京都の三条に住む、東昇昇丹や宗地下が、天皇のご配当を鍛えよとの匿名を賜り、 名水を求めて諸国を遍歴していた。当社の鎮座する三色基地の地を訪れたところ、水神宮のほとりを流れる水の清らかさに心を打たれ、水神宮に賛同祈願して神音を来い宝刀を鍛えることができた。宗地下は神のご加護に感謝し、死有一体の金蛇を、と聞きたいして水神宮に奉納し、都に登ったという。以来この金蛇をご神体と崇め、 社名も金蛇水神社と称して今日に至っている。金蛇水神社は古来から商売繁盛、金運円満の神として特に崇敬されており、その他にも海上安全や大量祈願の神として信仰されている。仙台市内に3カ所の分霊者がある。このうち141ビルの南西角にある一番長分霊者では8月最終日曜日に 例祭が行われ、仙台市都心部のアーケード街である一番町や、中央通りなどを、みこしが巡行する。境内を流れる、金蛇沢の水源となっている、七つ包みが、境内の西側にある。ロッシャラ包みの近くには、みそぎ戸の跡がある。以下、当社に近い順に列記する。奥土帝、太郎左衛門包み茂る水亭、二階堂包み金原包み、ロッシャラ包みビル沼つ,つみ。 ありがとうございます。